木村、江畑、新鍋、ロンドン銅メダリストと新戦力の融合を図る日本は第1セット、オリンピックメンバーに漏れ悔しい思いをした岩坂がブロックを連発、リードを奪うと、ここは早い攻撃、ライト平行、新鍋です。新鍋と18歳セッター宮下遥の早いコンビネーションが決まり第1セットを先取します。続く第2セット、チャンスを生かせるかどうか、エバハロンドンで木村と並ぶエースに成長したエバタが見せます。さらにここはスーパーレシーブ、宮下がつかむ、18歳セッター宮下が果敢にレシーブ、しかしチェコの高さのあるスパイクの前にこのセットを奪われます。その後両者1セットずつ奪い迎えた最終第5セット、日本は10代の才能が開花、どうするかセンターからシーン、この10代コンビ、元全日本大竹秀幸さんの娘大竹里穂が宮下とクイックを決めれば、もう一つのシュース大竹のブロックで勢いづきます。木村沙織、新キャプテンに就任したエース木村も決め、セットカウント3対2で勝利、メダリストと新戦力がマッチした新生眞鍋ジャパン、来週水曜日から札幌で決勝ラウンドを戦います。スパイクレシーブも随所に活躍してましたね。それだけが取り柄です。自分ができることを精一杯やって。